警視庁によりますと、今日正午前、東京千代田区の外堀公園で不審物があると通行人が近くの交番に届け出ました。警察官が駆けつけると、公園の木の根元のあたりに高さ20センチほどの缶が置かれていて、黄色い棒のようなものが粘着テープでくくりつけられていたということです。警視庁は付近の立ち入りを規制するとともに、爆発物処理班を出動させ調べたところ、公園に置かれていたものは信号円管と呼ばれる鉄道で非常時に列車に停止信号を送るための道具でした。中には発煙筒も入っていましたが、使用できない状態だったということです。警視庁は信号円管が置かれた経緯などについて今後調べるとしています。